神風型とは架空戦記、紺壁の艦隊、朝日の艦隊に登場する架空の駆逐艦である。前世一等駆逐艦、神風の名を、艦型にいただいている。紺壁の艦隊に登場する、第23高速水雷戦隊の、雪嵐級と同じく、前世、影老級近代回収系を設計ベースにしたと思われるが、 極実艦隊が行動するドイツ戦意機械での戦闘を考慮し、対地、対艦攻撃よりも対戦能力強化に努めた艦型と言えよう。この駆逐艦の用途は潜水艦攻撃を主目的に建造をされている。というのも、極実艦隊が派遣された厚生大西洋は前世以上に有望との脅威にさらされており、対潜水艦対策は 極日艦隊艦艇にとっては必要不可欠の要素の一つであった。本級のサイズ、広角砲の搭載数は秋月型駆逐艦と構成が近い。これは両艦型が前世同様、設計の手間と量産性を考慮した戦時急増型の姉妹艦と推測されるからである。なお、神風型対戦駆逐艦は広報支援部隊など、 輸送船団護衛艦隊にも多数配備されており、紺碧の艦隊10艦アンウィンド戦線にて、航空巡洋艦、投降を機関とした黒潮型輸送艦船団、朝日島設営隊の護衛任務中、特有ボート船団の反撃に遭い、神風型3隻のうち、霧風が雷撃にて強沈するという惨禍が起きている。中、コミック版では、描写が統一されていない混乱があるが、 Y 型爆雷投射機が2機となっており、予備の爆雷投下機上1機が付け加えられているのが認められる。ありがとうございます。